2018年7月8日日曜日、僕は真白ガーデンタワーの屋上にいた。少々を迎えたこの街の夜は蒸し暑く、おぼろな月の下、湿った風が吹いていた。世界なんて終わってしまえばいいと。イグラシハルト君、25歳男性、どういうことで会ってるかな。慶応大学を出て出版社に就職。エリートといえばエリート。おっと、あまり時間はないんだった。そろそろ始めようか。人類の明るい未来を照らしましょうってね。違う、お兄ちゃん。ここで寝てると干からびちゃうよ。ちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃん。しかめよかめさんよせ、貝のうちでお前ほどに。あ、弓の呪いものはないど、うしてそんなに呪いのかも。やっぱり眩しいじゃないか。
日暮らし、ハルト。やっと会えたね、ハルト。ここは…ここは…それで…そうだよ。うん。え？どうだろう？ん？ごめん。ありがとう。
よし。青い空、青い海、海に沈んだビル、光の消えた信号機、この透明で澄み渡る世界の終末のような場所で、僕の終末は終わりを迎えた。僕が持つよ。使えるかな。見て見て、ここは幸子。やあ。大丈夫か？いや。みんな、新入り様一名ご案内だぜ。いらっしゃいませ。あら、どんな人か思たら真面目そうな人やん。ほな、まず氏名と年齢、それと職業を言うてもらおうか。やれやれ、それじゃ職質だよ。もう少し愛のある言葉で迎えてあげよう。
メガネっ子か。もやしっこなら食べられたのに。あの、もやしっこも人ですよ。日暮し春夫くんだっけ。瓦礫島にようこそ。そしてご愁傷様。すみません。あのな。そうですよね。待ってくれ。答えてください。まあまあ。まあ。なんだ。よい子のみんな、エクステンドテレビの時間だよ。みんな、ミッションクリアおめでとう。ご褒美に食べ物用意したから仲良く食べてね。ほらほら、ショウくん、ついに仲間が揃ったんだよ。わあ、やったね。未来、僕たちの戦いはこれからだ。確かにそうなんだけど、言い方が打ち切りっぽいかな。ああ、なんだか緊張するな。僕、うまくアシスタントできないかも。自分の部屋かってぐらい鼻ほじってる。逆にもう少し緊張感持とうよ。それじゃ、次のミッション出すよ。トイレを作ろう。はい、解散。待って、出すの超早い。トイレを。違う、声じゃなくて、はじめは未来たちの自己紹介からだよ。
またかい？もう何回目さ。ハルト君にはまだご挨拶してないでしょ。ちゃんとやらなくちゃ。他のみんなはもう覚えてくれたよね。エクステンドテレビの MC を務める装飾系マスコットのミライです。僕はアシスタントの寺島翔。なんで今このタイミングで緊張感持つかな。まずいよ未来、漏れちゃいそう。僕出すの超早いから。安心して履いてますよ。履いてる方が問題だけど。気を取り直して説明するね。このエクステンドテレビの目的は、人類最後の生き残りであるみんなを清く正しくガイドしてあげることなんだよ。この廃墟だらけになっちゃった地球でちゃんとサバイバルできるようにね。人類最後の生き残り？あのね、人類はほぼ滅亡しちゃったんだ。この瓦礫島にいるみんなを残してね。嘘だ。そんなの冗談でしょ。冗談だって言ってよ。翔くんには何回か説明してるよね。そこまで驚かれると逆にびっくりだよ。あれ？でもどうやって僕たちがガイドするの？僕たちって所詮テレビの住人じゃないか。みんなとは生きる世界が違うんだよ。あ、その辺は理解してる設定なんだ。未来たちが出すミッションをみんながクリアすることでガイドするんだよ。いくら僕たちのガイドがあったって普通の人にサバイバルなんて無理に決まってら。何を悔しがってんの？みんなには特別な力があるから大丈夫だよ。それが神様からの贈り物、みんなのおへそにあるペケジキーなのです。ペケジキー？なんだよそれ。ペケジキーについてはまた後で説明するね。まずはサバイバルできる拠点を作らなくちゃ。では翔くん、改めてミッションを発表してください。アシスタントの僕にお任せ。次のお題はこちら。賄賂を渡そう。誰に？さっきは普通に言ってたでしょ。みんなにはこれから簡単なトイレを作ってもらいます。トイレがないと大変なことになるんだよ。さっきの翔くんみたいにね。褒めたってもう一滴も出ないや。ごめん、悪い例として紹介したんだ。未来にトイレのこと言われたくないね。だっていつも外でうんこしてるだろ。未来だってトイレでするよ。ウォッシュレットだって使うもん。ふーん、道理で綺麗なケツしてら。見ちゃダメ。もういい、終わり。締めの挨拶、合言葉は人類の明るい未来を照らしましょう。バイバイ。どうだろうか。いや、あの、わかった。
んな。え？そうね。ダメですよ。ちょっと。ほら。なんだこれ。一体いつから。ダメだよ。は？服従のポーズじゃないよ。無駄に疑われるの面倒だからね。まあ、俺らも見せられるまで疑ってたしな。なんか恥ずかしいですね。ついでに僕の腹直筋をご覧あれ。少し痩せたかしら。ご覧の通りや。うちら全員に取り付けられてるんや。それとな、おそらく。え？あかん。それな。それがな。さあ。糖質が足らない。そうですよね。そういや。No.
ろ。ここはどこだ？ここで休憩しよう。これは。三ヶ島亮、新進気鋭の天才芸術家だ。へえ。俺は金箔アーティストだからな。いや。
よう。たくよ。よろしくね。よし。おっと、目的地はと、おっと、ふん、あら、日暮くん。よう。いや、その
おいおい、愛だね。は、失礼。僕は一応を守る。これでも医者なんだ。まさか。いや、そうね。おいおい、真城さん。私は真城ユマ、暗算型の尻を持つ女。どう？は？だけど、そうだな。確かに愛だね。マシロさん。ああ。ありがとう。それじゃあ。あ、地図を見よう。
それは…あ、私、鈴木の凛子です。家が花屋で、そこで働いています。そうだな。いえ。もし…いえ。日暮さん、おっと、ここはどこだ？
らないよ。大丈夫。それで信用を築けるなら。さあ、もっとよく見て。わかった。もういいからしまってくれ。違う。サチカだよ。日暮らし。あの。じゃあ。サンキュー。やったー。大丈夫？いや。目的地はと。地図を見よう。はい。やれやれ。まあまあ。なんだよ。ほら。まあ。やろうか。は？
のさ。それがな。山奥の田舎で農業を生業にしてる。よろしく。よし。ああ。そうや。うちは瀬戸内みなも、売り出し中の25歳、巡査部長やで。目的地はと。僕が持つ。使えるかな。チャンスを。戦利品は。待ってくれ。
ほら。よう。ほな。え？好きな？うざいよ。地図を見よう。僕が持つよ。目的地はと。ここはどこだ？ヤギさん！マジで？待て！え？まあ、なんだ。
それなら。いただくわ。ああ。マシロさん。何かしら。それはですね。ありがとう。
あったぞ。良い子のみんな、エクステンドテレビの時間だよ。トイレ完成、おめでとうございます。パチ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 。これで給水塔と寝室とトイレが揃ったぞ。楽勝楽勝。サバイバルって大したことないじゃん。油断は禁物だよ。ここからが人類再生ミッションの本番だからね。ごっくり、ついに始まるんだね。かつてこの地球には70億人以上の人間がいました。でも今や人類の残りはたったの8人。世界に残されたのはみんなだけ。そんな滅びかけの人類を救う大作戦、それが人類再生ミッションなのです。ね、興奮したけどよく知らないや。だと思ってよ。これから説明するね。翔くんは黒人間って知ってる？知ってら、ロンまみれの父さんのことさ。あいつ酔っ払って僕を殴るんだ。それに母さんを毎晩乱暴に。うん、そっか。そんな重い話になるって数秒前は思ってなかった。あのね、クローン人間っていうのは簡単に言うとそっくり人間のことなんだ。じゃあもし僕のクローン人間がいたら僕にそっくりってこと？そうそう。というか今の翔くんがクローン人間なんだけどね。うひゃひゃひゃ、衝撃の事実。かくいう未来もクローン羊なんだよ。気がつかなかったでしょ。ちょっと待ってよ。なら元の僕たちはどこにいるのさ？元の体は終わりの日に死んじゃったけど、心は翔くんのお腹にあるよ。お腹って、まさか。そう、おへそにあるペケジキー。それが翔くんの心なんだよ。なんだ、そっちか。え？何と間違えたの？ペケジキーさえあればたとえ死んでも新しい体で再生することができるの。へえ、ペケジキーってすごいや。あれ、ということはこの番組を見ているみんなもクローン人間なの？大正解。そして人類再生ミッションはクローン人間であるみんなにしかできないの。でもさ、みんながクローン人間だなんて僕まだ信じられないや。うん、やっぱり自分の目で見てみないとね。そこで次のミッションはこれ。わあ、本当にクローンを作っちゃうんだ。でもね、そのためには条件があって。条件？それってなんだ？もうじらさないで早く言っておくれよ。あのね、クローンを作るにはおへそのペケジキーが必要なんだけど、それ死なない限り取れなくて、というかむしろ取ったら死んじゃうの。だからクローン人間を作るにはね。あ、誰かが死ななきゃいけないってこと？なんだ、楽勝じゃないか。みんなだったらすぐに受け入れてくれるよ。だってさ、みんな自分の罪を後悔しているはずだもん。そっか、よかった、安心した。それではまたね。合言葉は人類の
照らしましょう。バイバイ。だね。ヤギさん。ですが、僕の愛だよ。さてと。おい。だから。そうですよね。確かに。あのさ、ほら、勝手にして。それもそうか。よせ。それじゃ。ダメ。誰も死なせへん。そんな、うちが絶対に許さん。ゼン君、ふざけるんの大概にしとき。で、切れてるよ。なんてこと。やれやれ。おい。ごめんごめん。くそ。それはね。
ごめんなさい。ちげえって。結局、なんでここにいるんだろう。起きろよ。みんなもう詰まってんだ。早く起きろ。起きてくれ日暮。それともいねえのか。ああ、いる。起きるよ。日暮さん、起きてますか。たく、今出るから。たくよ。よし。いや、目的地はと。
面白いね。それじゃ。一理あるね。ぜひとも。糖質が足らない。ほら、あの、マジで？あれ、ふざけんな。まさか。ほら、デスゲーム。くそ。いや。マジで？
よっしゃ！やだ。
地図を見よう。目的地はと。これは？おっと。拾っておこう。拾っておこう。僕が持つよ。あいで、うん、おっと。チャンスを待つ。全力で準備 OK。 いい仕事したろ。持ってくぜ。ヒーローイット。使えそうか。いやー。
日暮さん。うん。え？これだ。どうかな。そうやね。何か？あれだよ。いいえ。ま、いいか。それじゃあ、だから あかんわ。ダメ。ゆい。それなら。いいね。腕力じゃ開きそうにないな。よっと。よっと。調べてみよう。使えるかな。いいね。僕が持っていこう。日暮君、僕は
るほど。ふふん。ススキノさん、どうしちゃったんですか？すまない。あかん。泣かないで。ごめんなさい。よし。ススキノさん。
なんやねん、番組スタッフか。あんな人間はいないよ、逃げるんだ。リンコ、ハルト、助けなきゃ。ねえ、助けてあげてよ。もう助からないよ、悪いけど置いていこう。おはよう、君の名前は？日暮らしハルトだよ、サチカ。また会えたね、ハルト。これが人類の存亡をかけたゲームの始まり。これが僕らの罪と罰。この世界に残された理由を。僕らはまだ死なない。良い子のみんな、エクステンドテレビの時間だよ。今回はお待ちかね、クローン人間の作り方について説明しちゃうよ。しょうこなくちゃ。それではモニターをご覧ください。人類が求め続けてきた夢、クローン人間。ついにその夢の扉がエクステンドマシンによって開かれる。哀れ瓦礫に潰されたご婦人が一人、命運尽きた彼女の中にアットペケジキーだ。これぞ人類の英知、クローンの源。ペケジキーをマシンにセット、スコアを貯めたらレッツエクステンド。生まれてたるは幼き少女、
熟女から幼女へありし日のご婦人の姿がよみがえる。生き返りは若返り、これが女性に大当たり。クローンで始まるご長寿大国。大人も子供もおばあちゃんも一家に一台エクステンドマシン、国家に貢献エクステンドマシン。これが神様が作った奇跡の機械、その名もエクステンドマシンです。エクステンドマシンがあれば、たとえ死んでも新しい体作って生き返ることができるの。でも子供の体に戻っちゃうんだね。まったく余計なことしてくれるな。熟女には熟女の良さがあるんだ。偉い人にはそれが分からんのですよ。そう、なんかごめん。とにかくまずはブツを見せてくれない？話はそれからだね。いいけどさ、ちょっとはアシスタントの仕事してほしいな。じゃじゃーん、これがエクステンドマシンです。わあ、これが本物の？これじゃまるで機械じゃないか。機械です。今までの話聞いてた？エクステンドマシンでクローンを作ることをエクステンドって言うんだよ。では早速エクステンドを試してみよっか。諸君、一度死んでもらっていい？怖いけど、それがアシスタントの役目だもんね。どんと来い。未来、どうしてこんなことに。うわー、いや、泣いてなんかいられない。僕が未来のクローンを作るんだ。カンペを見ながらやれば大丈夫。僕を信じる、僕を信じろ。未来のペケジッキーをエクステンドマシンにセット。スコアをチェック。よし、足りてるな。エクステンドマシンのスイッチをオン。あとは待つだけ。未来、帰ってきて。僕らまだこれからじゃないか。うわあ、僕の名前がわかるかい？おバカアシスタントのショウ君。また会えたね、未来。そのはにかんだ笑顔から歯を全部折ってやりたいな。でもご覧の通り、これがエクステンドマシンの力なんだよ。ペケジキーのおかげで思い出や経験をずっと引き継いでいけるの。未来がショウ君に殺されたことを覚えてるみたいにね。あれ、そういえば未来は若返ってないね。さっきの CM のおばさんは幼女になってたけど。当たり前だよ。未来はもともと幼女だもん。未来、どうしてこんなことに。嘘や。大丈夫か？
そうだね。ちぎって。どうだろうね。くそ。みんな、セスキ。セスキのさんはどうなったんだ。僕らは二人とも殺されたはずだ。胸のあたりを何かで貫かれて。そう。え？君たちを殺した化け物は満足したのか、廃墟の奥に消えていった。その隙に二人のペケジキーと服を回収して、俺たちは瓦礫島に戻ってきたってわけ。それ以外の持ち物はその場に置いてきたけどね。まだ化け物が近くにいるかもしれなかったし。どう？無礼なフルチンね。いや、それはね。
ありがとう。すすきのさんなのか？あれ、ここガレージ？私もう一つの島に行って。おはよう、リンコ。体はどこも痛くない？あ、おはよう、サチカちゃん。ごめん、私居眠りしちゃってたのかな。なんか声が変。それに濡れてるし、裸ちゃ…え？裸？私、裸…え、でも小さい…なに、なになにこれ。うわぁ…だが、変態やないか！もうダメだ。わかった。
んな。いやいや、日暮春人。え？そうよ。はあ、これは何かな。良い子のみんな、エクステンドテレビの時間だよ。エクステンドマシンの使い方分かったかな。とってもすごいでしょ。驚いたよ。クロー人間ってすんごくイージーに作れちゃうんだね。ショウ君ってば、あんなに目をキラキラさせちゃって。僕クローンには目がなくって。何その大好物みたいな言い方。でも未来エクステンドマシンがあるのにサバイバルする必要なんてあるかい。もし死んじゃっても新しいクローンを作ればいいじゃないか。実はね、エクステンドマシンはそこまで万能じゃないんだ。エクステンドするとマシンに溜まってる得点スコアを消費するんだけど、そのスコアが足りなくなるとクローンも作れなくなっちゃうんだよ。だからね、死なないようにサバイバルをしてスコアも稼がなくちゃいけないの。え、そうなの。どうやったらその点数を稼げるんだい。なんとか星人を片っ端からやればいい。なんとか星人はいないけど、その通り。スコアは生き物を倒すことで増えるんだよ。例えば、お肉のためにヤギさんを倒すよね。その時にスコアも手に入るんだよ。スコアがないとエクステンドできなくって、スコアを稼ぐにはサバイバルが必要なのか。人類再生ミッションって終わりがないみたい。こいつは大変だぞ。仕方ないよ。まだエクステンドマシンは完成してないんだもん。なんだ、完成していないんだ。してないの？そこで、次のミッションはこちら。パンツを手に入れよう。地球の海を漂う廃墟、マシロガーデンタワー。みんなも行ってみたかな。あそこにはエクステンドマシンのパーツが眠ってるはずなの。そのパーツを手に入れてくるのがこれからのミッションだよ。もしやそのパンツを履かせればエクステンドマシンがパワーアップするの。エクステンドマシンでバストアップするの。それが人類再生ミッションの大事な目的なんだよ。わあ、地球に生まれてよかった。翔くんってはあんなに喜んじゃって、まるでパーツをパンツと間違ってるみたい。それじゃあみんな頑張ってパーツを探してね。死んじゃったらエクステンド。恐れるものなんて何もないさ。
エクステンドテレビはみんなを応援してるよ。合言葉は人類の明るい未来を照らしましょう。バイバイ。目的地はと。わーい。おい。だから。ねえ。いや。やれやれ。どうなんですか？そうだな。え？それで？知ってんだろ？だから僕は よろしく。ちぎって。いやいや。よし、大丈夫です。あんな、でも Thank you.